皆さん、こんにちは。ファッションモデル、女優として活躍中の仲里依紗さん。愛らしい笑顔と親しみやすい性格で視聴者を魅了する彼女ですが、芸能関係者の間では性格が悪いということで有名です。スタッフ受けの悪さが目立つそうで、様々なエピソードがあるそうですが、それは本当なのでしょうか？今回は、仲里依紗さんの業界での評判と私生活について迫ってみたいと思います。演技派女優として人気の高い仲里依紗さん。仲里依紗さんは1989年10月18日生まれ、長崎県の出身です。身長162センチメートルで血液型は B 型です。女優として活躍されている仲里依紗さんですが、性格が悪いとかなり話題になっているようです。特に X での発言が波紋を呼びました。例えば、仲里依紗さんの元彼浅野忠信さんと破局した直後に X でこんなことをつぶやいています。 Twitter で目撃情報とか上げて、いろいろ言われるのがすごくストレスだから Twitter やめようかな。芸能人ってとっても大変だ、ピーンとツイートしています。芸能人だって愚痴りたい時もあるかもしれませんが、不特定多数の人が見られる X で発言するのは良くないのではないかと思われます。俳優中尾明慶さんと授かり婚した仲里依紗さんですが、中尾明慶さんが当時交際していた彼女から略奪したのではと噂されています。その証拠に中尾明慶さんの元カノは、出来婚ね、複雑、ある意味4月が楽しみと意味深ツイートしていました。 XQTwitter での発言や略奪愛疑惑など性格が悪いと噂の仲里依紗さんは、芸能関係者からもあまり評判は良くないようです。仲里依紗さんは派手な服を好んで着ているそうです。それ自体が問題ではなく、プライベートではどんな服を着てもいいのですが、社会人ならば仕事での服装は考える必要があります。 TPO をわきまえない服装にスタッフも困惑しているそうです。バラエティ番組などで見る仲里依紗さんは、割と自分の意見をズバズバと言っている印象です。思ったことを何でもはっきりと喋る性格のようです。感情をすぐ表に出すところがあるので、そこが不評のようです。バラエティ番組スマップスマップに仲里依紗さんが出演された時に、スマップとの会話が全く噛み合っておらず、ちょっとずれているような感じが見受けられ、司会の中居正広さんも絡みづらそうだったと批判が殺到したようです。出演中スンとしていたと思えば、はしゃぎ出すなど感情の起伏が激しく、周りが引いているような印象も見受けられました。視聴者からも、見るたびに態度悪いけどいつもあんな感じなの？とのコメントが寄せられ、似たような内容のものがいくつも送られていたそうです。よほどの態度だったのでしょう。仲里依紗さんの性格が悪そうに見えてしまう理由の一つに、演じられる役柄があるのではないでしょうか。地味で普通の女性から悪女へと変化していく役が怖すぎると、私生活でも怖がられるほどだといいます。仲里依紗さんが主人公と旦那が不倫に走り、復讐を誓う女性を演じた「あなたのことはそれほど」「アナソレ」という愛称で親しまれたこの作品の中の仲里依紗さんが怖すぎると話題になりました。女の勘でじわじわと浮気した夫を追い詰めていく様は、ホラー映画のような背筋が冷たくなる演技で視聴者を震え上がらせました。夫を静かにじわじわと精神的に追い詰めていく恐怖の妻を見事に演じた仲里依紗さんに、視聴者からは「怖すぎる」、ハマりすぎてやばい、仲里依紗のイメージが冷夏になっちゃったとのコメントが寄せられています。これはあくまで作品に対する正当な評価であり、仲里依紗さん自身もこの評価や評判に満足いっていたのではないでしょうか。それほどリアルだったということです。インスタグラムでもとても仲のいいやり取りをされるなど、おしどり夫婦として人気のある中尾明慶さんと仲里依紗さんですが、中尾明慶さんが仲里依紗さんの鬼嫁エピソードを暴露して話題になっていました。仲のいい理想の夫婦として知られている仲里依紗さんと中尾明慶さんですが、些細なことで喧嘩することも多いのだそうです。ある時、中尾明慶さんは、これはもう我慢できない、自分の方が正しいと家を3日ほど空けたことがあったのだそうです。3日経ってそろそろ仲里依紗さんも反省しただろうと思い、家に帰ったらドアチェーンがかけられていて、ドアの隙間から「リーサ、ごめん、ほんとごめん」と平謝りすることになったという話があります。
やっぱり俳優より女優の方が気が強い。喧嘩しても大体僕が謝る、と中リーサさんに尻に敷かれていると明かしていました。中尾明義さんがたびたび番組で鬼嫁エピソードとして中リーサさんの話をすることに不満があるようで、私をネタにしていると番組で反論されていました。そして最終的には話を一部持っていたと中尾明義さんが認めています。現在子育てに忙しい中、徐々に仕事に復帰されている中リーサさん、旦那さんも育児に協力的だそうなので仲良く頑張っていらっしゃるのでしょう。以前に比べるとママになってから私服もだいぶ落ち着いてきたそうなので、性格のきつさも少しは改善されているかもしれません。女優として演技も高く評価されている彼女なので、これからの活躍にますます期待しています。現在中リーサさんと中尾明義さんには一人の息子がいます。若くして授かり婚して結婚していますが、なぜ子供は一人っ子なのでしょうか。どうやら子供と病気で検索されているようですが、何か理由があるのでしょうか。中リーサさんと中尾明義さんは2013年4月18日に結婚して、同年10月4日に都内の病院で第一子となる男児、息子のトカゲくんを出産していますので、2023年現在息子のトカゲくんの年齢は9歳の小学3年生です。2023年現在は結婚10年目になりますが、その後中リーサさんは第二子を出産することなく、トカゲくんは一人っ子です。中リーサさんと中尾明義さんは結婚発表時にすでには妊娠3ヶ月であり、授かり婚で結婚と出産をしています。中リーサさんと中尾明義さんの馴れ初めとなったのは2010年公開の映画時をかける少女の共演で、2012年夏に放送されたドラマ鶴亀助産院で再共演したことがきっかけとなり、交際に発展して結婚しました。ここから子供が病気と言われる理由や一人っ子の理由について見ていきましょう。中リーサさんの子供について調べていると、子供、病気、なぜ一人というキーワードで検索されていることが分かりました。中リーサさんの子供が病気であり、そのことが原因で一人っ子なのではないかと予想する方がいるようです。しかし調べてみましたが、中リーサさんの子供が病気という情報はありませんでした。その代わり中リーサさん自身が2012年に自身の X で嘔吐恐怖症という病気であることをカミングアウトしていることが分かりました。実は中リーサさんは過去に子供の頃のトラウマが原因で嘔吐恐怖症を発症したことを明かしていました。中リーサさんはフォロワーから、もしかしてリーサさんのお母様も吐いていませんでしたか、それがトラウマで今の状態かもしれませんと指摘され、まさしくそれです、小さい時に怖い思いしてそれを今でもはっきり覚えていますと、トラウマがきっかけの発症ということが分かっています。そのため中リーサさんの子供の病気について調べられているのではなく、中リーサさん自身が子供の頃にトラウマになった嘔吐恐怖症という病気について検索されているのだと分かりました。また中リーサさんは自身の YouTube チャンネルでも息子のトカゲくんのことをよく話しており、愛情たっぷりに子育てしている姿がありますので、第二子を作らずに子供が一人っ子であるのはなぜだろうという理由が気になる方が多いことが分かりました。芸能人は結婚する年齢が遅くなる傾向にあり、高齢出産になることも多いですが、中リーサさんが若くして妊娠しているので第二子について気になる方も多いのでしょう。先ほどの中リーサさんの病気以外にも子供が一人の理由として考えられるものがいくつかありましたのでご紹介します。一つ目は病気で子供が産めないのではないかとする説です。先ほど述べたように子供時代からの嘔吐恐怖症という病気により、妊娠のつわりが怖くて2人目の子供を作るつもりはないからということです。中リーサさんは2020年6月17日に公開した YouTube 動画で妊娠や出産について語っており、幸いなことに出産の際にあまりつわりがなかったといいますが、出産で嘔吐恐怖症が完治したわけではなく、現在も嘔吐恐怖症に悩まされていると明かしています。そのため第一子のトカゲくんの出産のつわりによる恐怖を体験したこともあり、嘔吐恐怖症が理由で再び出産することは怖いので、子供はトカゲくんが一人いれば大丈夫と考えているのかもしれません。二つ目は仕事と子育ての両立です。
仕事と子育ての両立が忙しいので第2子を作る予定はないのだろうと思われる発言がありました。2022年3月に配信された仲里依紗さんの YouTube で第2子についての質問が出たことがありますが、忙しいですと仲里依紗さんらしく元気なテンションで答えていたことがありました。息子可愛いんだよ、仕事も夫婦で充実、3人家族幸せですとも語っています。仲里依紗さんは出産後も女優として活動し、子育てをしながら自宅では YouTube 動画の撮影編集もこなすほどなので毎日多忙であることがわかります。そのため子供はトカゲくん一人で満足しており、夫の中尾明義さんと3人家族の生活に十分幸せを感じていることがわかります。ここ最近仲里依紗と検索すると仲里依紗旦那別居という検索ワードが出てきます。仲の良い夫婦で有名なだけに気になります。 YouTube チャンネルで再び家族いなくなりましたと報告があり、3度目の口独身生活だと明かしていました。このことに関して旦那の中尾明義さんは、仲里依紗さんの長期不在に本当に別居報道出るよと自虐コメントをしていました。中尾明義さん自体が別居を疑うようなコメントをしていますが、実は仲が良い証拠だといいます。第39回ベストジーニスト2022授賞式で仲里依紗さんののろけ話も出ていたので、旦那の中尾明義さんの離れていても仲良しっていうこれものろけ話の一種だったのかもしれません。別居の真相は旦那の中尾明義さんが家族がいなくなったということを面白おかしく伝えただけだと思われます。仲里依紗さんが子供を連れて海外に行ったり実家に行ったりということをしていただけで、本当に別居したわけではありません。 YouTube やインスタを見ていると仲が良いことが伝わってきます。素敵な家族であることは間違いないでしょう。いかがだったでしょうか。今回は仲里依紗さんの病気や一人っ子の理由についてご紹介しました。仲里依紗さんが子供時代の経験からトラウマで嘔吐恐怖症という病気を患い、現在も病気とうまく付き合いながらの生活を送っていることが分かりました。結婚から数年経った現在も子供がトカゲくん一人の理由としては、病気、仕事と子育ての両立、授からないなどの理由が考えられます。もちろんこれら全ての理由に当てはまっている可能性もありますし、全く違う4つ目の理由があるかもしれません。こればかりは仲里依紗さんと中尾明義さん夫婦にしかわからないことではありますが、トカゲくんは病気ではなく、現在も仲里依紗さんと中尾明義さんの愛情をいっぱい受けて元気に育っているようです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。